声と大丈夫でしょうか。聞こえてますかね。変な位置に。お、ありがとうございます。本当だ、ちょっと変な位置にあるんですけど、ちょっと直します。真ん中のやつのことかな。こんにちは。どうすればいいの？ありがとうございます。こんにちは。今日はですね、レッツクッキングです。クッキングですお料理放送。なんでこんなでかいの？どうやってやんだっけこれ。どうやってやんだっけこれ。こんにちは。こんにちは。お、なんか久々にこんないっぱい人が来ていただいて嬉しいです。嬉しいです。ちょっとちいちゃん、じゃあ紹介をしておいてくれ。報告はね、ちょっと詰まったら言います。あ、お料理の紹介ですかな、はい、そうですね、今日のお料理はと、まーちゃんに何がいいですかって聞かれて、私が食べたいものを言いました。はい、とアボカドサーモン丼丼とフェミシ、あと、はい、あれです、レアチーズケーキですを作ります。はい、子供はできたの？子供できません。残念ながら。違います。おめでたではないです。ちっちゃ、なんか。ちっちゃ。大丈夫？大丈夫？はい。あ、止まってる？クダメンバーじゃなくて。は、ちょっとお仕事でいません。はい。デザートに、そう、レアチーズケーキ、はい、を作ります、ね、2つ。アボカド丼はそんなに難しくないと思うんですけど、まあ、丼なんでね。そう、レアチーズがね、ちょっと難しい。いや、大丈夫でしょう。ほんとはもう一品ね。そう、クレープみたいなやつ、ミルフィーユだっけ。こんなテンパリンだ。提供。あ、入れてくれたんですかね。ありがとうございます。ありがとうございます。それにマヨネーズをバーってかけて醤油で食べるんですけど、はいはい、ただね、ちょっとカロリーが高いので、まあ、食べないようにしようと思いつつ、一番好きな食べ物かなって感じ。
うっていう。なんか重い。あのそんなマヨチュッチュっていうか、こうマヨネーズをそのまま なんか飲むみたいなことはしないんですけど、うん、マヨネーズは大好きです。よし、じゃあやりますか。作ろう。まずレシピサーモン切りましょう。そう、なんか今日ね、あんまりカクカクしちゃって途中でまた止まっちゃうかもしれないんですけど、気をつけます。さあ切ろうぜ切ろうぜ。立つと何も 見えないね。座ってやろう。OK かな。ちょっと軽量にしました、あれを。それはね、切ろうと思ってお料理企画だから、はい、なんかそこをさ、サーモンは切ったことあるんですけど誰でもあると思うけど、なんかさ、切り方がこう斜めにこう綺麗に切るやり方がね、ちょっと難しいですよね。デカめでいい？デカめでいいと思います。私たちがこれ大丈夫かもしれません。よし、切ってこう。その切った。切ろうと思うよ。切ろうと思う。切ることはできると思うんですけど、その綺麗に切れるかどうかはちょっとお約束はできません。あれ、なんかね、おかしいね。あ、大丈夫かな。安定しません。安定しません。じゃあこれを切ってくよ。最初にちょっとアボカドとあれをつけないといけないので。そうかい。はい、切ってきます。しません。OK かな。切れたかな。切れたよ。こんなでいいですか大丈夫です切るのね。了解。
切れてね。あります。料理っていうのか分かんないけどあります。まあでも切れね、切れた切れた、こんな、まあ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 、でね、調理実習とかねあるし、何年前だっていう話はい。で次アボカドですから、ちっちゃい。やアボカドはね切るの激ムズだよ、よく分かんないもん。アボカドこれどういう感じなの、なんか前も失礼いたしました。アボカド切って、あアボカド普通にこういう感じです。なんかさ前ディップた作った時のさ、結局まあでも普通にねぐちゃぐちゃでも大丈夫でしょ。そうそう、アボカドだったらね。実家です。でもまーちゃんも実家です。実家です。まあね、料理ねいざとなったら作れると思ってます。このままでいいか。はい、アボカドの皮のうまい剥き方とかあるんですか？なんかグリーンってやってるイメージありません？グリーン？スプーンとかかな？グワッと。何かな？ちょっと皆さん知ってる人いますか？教えてください。それも今に始まったことじゃないですよ。先週の知ってる方いますか？先生、先週のこのぬいぬいを見たらわかると思う。あるの？大丈夫？行けますか？全然取れないじゃねえか。気持ちいい。取れない。熟してて、いい感じに熟しててね、若干ずれちゃう。これは、あーもう
はい、これが、ね、猫の手こうだよね。そうです。なんか病みつきになって、うん、私も大好きになった。じゃあもう一回これね、それね、確かに。これさっきまーちゃんさんこうやって一回サクッとやって真ん中ら辺で、シールのところをわざと選ぶちいちゃんね。で、一周刺したまんま、刺したままのが楽かもしれない。怖い、切らないでて。あ、怖い怖い怖い。ダメだよ、流血、球体むずくね。流血ダメだよ。サオコーツチャンネル初めての、あの、赤バンになっちゃうから、バンになっちゃうから流血はしないで。しない。包丁って難しいね。すげえ怖かった今、指できたかな。できてないと思う。そう、あの、真ん中ら辺をね。やばい、めっちゃ出てきてる。ちょっともう一回ここ刺していい？いいっすいいっす。一回もしてないんだから。できたできたできた。スプスタイプでいい？こんな料理できない人いんのかね。自分で言うのもなんだけどさ。ね、バンなっちゃうからダメだよ。あ、これ来たんじゃない？グリッと。あ、来た。来たね。オッケーオッケー。汚いけど、まあいいよ。大丈夫大丈夫。あ、やばい。汚いね。まあ、しょうがないよ。しょうがない。しょうがない。しょうがないって。指じゃ飽きない。いやでも体験みたいな、一回だけ、うん、
なんか友達でその料理教室通ってる子がいて、うん、なんか体験でタダだから一緒に行こうよって言われて、うん、あのパンを買った。すごい。パンはないな。ちょっと解像度を上げました。止まったらまた下げます。ちょっともうアボカドの形やばいわ。大丈夫、食べたら同じ。そう、食べたら同じだよね。こんにちは。これ音楽とかボエミちゃんとか声とか大丈夫ですかね。これ結構盛り付けるの大変な感じになりそう、うん、大丈夫でしょ。ごめんなさいね。大丈夫でしょ。ちょっと待ってて。あ、洗ってきちゃいました。まあ、冷たい洗った方が良くない。もう切るもない。大丈夫。もう切るもない。あ、でも一応洗いますね。はい、ありがとうございます。ちょっと洗ってく。はい、気をつけてください。ちーちゃんは一応ネイビーなんだよ。あれがね、ちょっと。で、続いてこれをですね、つけます。ラグは結構ある。ラグは、お許しいただいて。ちょっと画質を上げたんですけどね。はい。フラボグリじゃないです。で、これに鷹の爪、粗挽き胡椒、ごま油、めんつゆを入れて2時間つけるって書いてあるんですけど、もう時間は無視で、鷹の爪と粗挽き胡椒は無視です。普通の胡椒ならある。で、鷹の爪って七味でもいいんですかね。いらない。
もしあったらね。ね。断面にごま油。大丈夫。大丈夫。ごま油はね。超いい匂いする。ごま油。こんなこんな感じ？うんとドバドバって出ると思った。
燃料カップあります。あるよ、大丈夫です。なんかサラダのドレッシングみたいな感じですよね。カフェ飯だからかな。もうなんか麻痺ってよく分かんなくなってきた。薄いよね、全体的に。薄いかな、もっと入れるか。マジ30分経過。ちょっと待って、ここぶつけ替え、醤油買ってくる。めんどくせえだからな。入れまーす。あります。あ、クロラさん広告ありがとうございます。ありがとうございます。ちーちゃんここで、ちーちゃんここで。醤油ですよね、やっぱね。なんかね、やっぱめんつゆだとなんかマイルドな感じなんだよね。焼肉のタレ入れたらヤバくなりそう。醤油が欲しい。なんだろう、もっとめんつゆ入れる？もっとこれ入れる？でもなんか違うよね。なんかね、どうしよう。あ、めんつゆ入れるすぎると甘くなっちゃう？確かに。あとね、塩分がヤバそう。でもさ、やっぱカフェ飯だからかな、こんなさっぱりしてるの。あとニンニクを入れてない。こんなものないんだ。もうちょっと塩コショウ入れる？入れちゃいます。いいですよ。まあね、これ大さじって書いてあるから。めっちゃ入れたよ。もうちょっと入れてんじゃないかな。ちょっぺ。醤油かな、やっぱ。なんだろう。順調、順調っちゃ順調。ありがとうございます。ありがとうございます。かわいいよ。でも、うん、ちょっと口つけちゃったの。いいよいいよ。ちょっと浸した方がいい。ごま油って感じになっちゃう。もうちょっと下。醤油だな、やっぱ。これなんだってさ、結構さ、なんだろうね、醤油美味しいんで、美味しいんですけど、なんかパンチが足りない。足りない。七味ぶっかける？もっと。でもな、副品辛いからね。ちょっと。あ、とりあえず30分延長して、1時間。とりあえず延長。とりあえず1時間。あ、やべえ。ね、これってさ、醤油が欲しい。味見しすぎると麻痺って分かんなくなるって言います。でもちょっと薄いよね。もう一回じゃあ味見を。へい。あ、まあ、うん、うん、まあ、まずくはない。うん、いっちゃう、いっちゃおっか。いっちゃおう、もういいよ。まあ、上からね、かけるのいいよ。そうそうそう、入れちゃいます。あ、足りない気がする。足りなそうだよ。まずくはいっちゃいますよね。ね、ありえますね。アボカドが濃いからいいんじゃないの。でもアボカドにもいっちゃった。いっちゃった。そのまま放置かな。うん、放置って言ってた。さあ。ぐちゃぐちゃだよ。
もうちょっと欲しいな、量。醤油やっぱ買ってくれよかったな。醤油ね、ちょっと醤油がないです。そうですよね。そうそう。確かに。こと。ごま油の圧倒的ベタベタ感。いや、これをつけてる間にレアチーズケーキを作ります。ちょっと、ふくび、ごめんなさいね。
細かく、でもここでめっちゃ粉にしたってんの、粉家族だけって書いてあるから大丈夫だったこんなもんかな。もうちょっと、うん、結構こういう、まあこういう系か。いやあ、辛いやつ。小麦粉に混ぜる。15センチの方1個だと。ヘルメット横軸のまだまだ。バレた。バレました。みんなよく見てるからな。そうか。そうなんだ。さすが。で、150g でしょ。粉々ですね。あ、トクロブさん。粉々。粉々にね。75。半分の半分。こういうので。これね、多分ね、こういうのもちゃんと分量しっかりしないと多分ダメそうだから、しっかりする。いや、前のミルクレープ本当事件だったもんな。粉々でない、まだかな、あれこっちこっちこっち、結構粉々だと思うんですけど、あのハゲって思いを込めてあのハゲ弊社ね、あんまりハゲてる人いないと思うんだよね。いい感じなんだよね。いや、福ピーそんな私たちに恨み買ってないですよ。皆さんはストレス発散ってどうやってやってんの？口の内側って帽子かぶってるイメージが強かった。ああ。じゃあ中で。あれこれ内部の人間かな？じゃあ真壁？違いますよ。もうちょい、もうね、裏はね、やばいの。あ、じゃあいいじゃない。じゃあこんな感じで砕きました。あら、ガラガラガラ任せって感じでお願いします。わらわら、ストレスは自然消滅します。まあでもそれだよね。私もストレスは食べて寝れば大体解消。片付けも、あと喋ることですね。いろんな、なんかもしストレスが溜まったら、まーちゃん、おしゃべりがストレス解消になるらしいから。そうそう、なるなる。だからまーちゃんとかに聞いてくださいよみたいな感じで言ってますよ。
ちょっと出そう、そうね。